こんにちは、はじめしゃちょーです。皆さん走りますか？走る時に最も重要となってくると言っても過言ではないものがあるんですけども、靴、修理ってすごい大事だと思うんですよ。靴で結構走るスピードとか変わるんじゃないかなと思ってる人間なんですけど、皆さんムーンスターさんのスーパースターシリーズってご存知でしょうか？で、昔そのムーンスターさんのシューズの動画出したことがあるんですけれども、今回なんとムーンスターさんからスーパースターシリーズの最新モデル、アルティメーターライトというものが発売されるそうです。はい、こちらでございます。めっちゃ軽いです。本来は子供用の靴なので、あの小さいサイズしかないんですけども、私のために特注を用意させていただいてもらい、私のために特注のサイズを作っていただきました。本当にありがとうございます。やば、本当めっちゃくちゃ軽くて、アルティメーターライト軽いだけじゃなくて、バネの力がこのソールの部分に搭載されていました。これかな、なんかもうバネっぽいのがここにあるんですけども、軽いだけじゃなくてそのバネの力を利用して速く走れるっていうシューズになっております。そこで私疑問を覚えてしまいました。果たして本当にシューズで走る速度って変わるのか、ひょっとしたら裸足で走った方が速いかも。そんなことはないと思うんですけど、アルティメーターライトじゃないスポーツシューズで走ってもタイム変わんないんじゃないかなみたいな、ちょっと良くない考えがよぎっておりまして、それを今回ちゃんと検証して本当にアルティメーターライトを履くと速く走れるのかどうか、いろんなパターンで走ってみて検証していきたいと思います。では行こう。はい、というわけでまずは最初、普通の靴で走ってみます。走る距離はちなみに 50m で測るんですけども、そもそも僕多分遅いんですよ。マジでちょっとやばい、 50m 走れる体力あるかどうかっていう戦いもあるんですけど、まあ普通の靴で走るんで、これが僕の基本的なタイムだと思って結構です。いや緊張するし、倒れたらどうしよう。まあやるからには世界取るんで、いくぞー。位置についてよーい、どうですかタイムの方は。7秒15。早くないですか？早い、早くないですか？これが基準タイムに。まあそうですね。というわけで、7秒15が僕の基準タイムです。早くないですか？なんか適度に運動してるから意外と足の回転力が高いのかもしれないです。こっからいろんな普通の靴以外でどれぐらいタイムが変動するか見ていくんで、まあここからがお楽しみのところです。次行きましょう。はい、というわけで次は運動会のお決まりパターン、裸足でございます。なんかよくいるじゃないですか、運動会のあの最後の団体校リレーで、あのアンカーの男は大抵裸足で走る。あれは本当に意味あんのかどうかっていうのもこれでわかると思うんで、ちょっと裸足のタイム早いかどうかって結構気になるところだと思うんで見ていきましょう。やるからには世界取るんで、位置について、よーい。どうですかタイムの方は。7秒06。お、ちょっと速くなんのか。靴が重い分ちょっと軽くなった可能性がありますね。ちょっとそろそろ限界かもしれないですね。というわけで団体校リレーの裸足で走るアンカーの男、裸足で走って間違いないと思います。次行きましょう。いよいよ登場しました、ムーンスタースーパースターシリーズアルティメーターライト、こちらです。いやかっこいい、てか色合いがもうおしゃれ。いやすごいやっぱバネの感じがするんで、果たしてこの超軽量のアルティメーターライト、そしてバネの力でどこまでタイムが縮まるのか、これで6秒台が出せば本当に速くなるっていうのが証明できると思うんで頑張ります。バネの力を信じます。あ、やるからには正解。いきます、位置についてよーい。ああ気になる結果です。はい、7秒03。03!
やったすごい、一番早い一番早いですね。これ多分体力あったら絶対6秒台いってるんですよ。なんか足がもうちょっと限界すぎてもつりかけてたんですけど、それでも最速タイムですよ。はい、というわけでアルティメーターライトマジで多分僕の体感的には速く走れました。ですがまだ実験は終わっていません。次行きましょう。はい、とても体力が限界です。安住社長です。いや1回目良かったんですけど、2回目は裸足でちょっと足の裏に痛みを感じ、3回目は残された余力でなんとかバネの力を借りて最速タイムを出せたんですけど、バネの力ってやっぱすごいと思ったわけですよ。そこでもちろんアルティメーターライトのバネの力もすごかったんですけど、もう根本的に地面にバネの力を搭載すれば最速タイムが出ると思ったんで、こちらご覧ください。学校の体育の授業などでよく使われる跳び箱のロイター板、踏切板を 50m 走のレーンの中にたくさん用意しました。いや僕は気づいたんですよ、バネの力は偉大だということ。アルティメーターライトであんだけ速くなれるってことは、レーン全てに踏切板バネの力を装備させるともっと速くなるんじゃないか。僕はおそらくこの踏切板だらけのレーンを使って世界最速タイムを叩き出すと思います。刮目せよ、いざ。じゃあ行きます。バネの力で目指せ世界。位置についてよーい。もう走れない。太ももつる。気になるタイムは今のタイム7秒87。まあそうなるわな。はい、というわけでいろんなシューズ走り方で実験してみたところ、一番速かったのはスーパースターシリーズアルティメーターライトでございました。ただ一個言わせてください、あの本当で裸足で走った後あたりからマジで体力なくて、絶対最初に走ってたら6秒台出たんすよ。でももうこの体力限界の中でもアルティメーターライトで最速タイム出せたんで、速く走れることに間違いないと思います。やっぱ軽いのとバネの力が本当に多分しっかり効果が出てたのかなと思いました。で、あの踏切板で走るのはやめておきましょう。というわけでバネの力を存分に発揮できるのはスーパースターシリーズだけだと思います。あとね、あの裸足で走るのは運動会の団対抗リレーのアンカーとかじゃかっこいいと思うんですけど、やっぱ足の裏が痛くなるのでよく避けた方がいいと思います。というわけで疲れ切った僕でも最速タイムを出せたアルティメーターライトの最新ラインナップ、こんな色やデザインもございます。めっちゃかっこいいです。詳しくは動画の概要欄にあるのでぜひチェックしてみてください。皆さんもバネの力体感してみてはいかがでしょうか。じゃあな。